今新車のハイエースがですねストップしてる段階にあるんですよね。 TR8 ですわね。新車のハイエース、実はねストックがございます。中古車いつも高騰してるんですよ ね、 そうですね。新車コンプリートをですね今このように用意してます。新車コンプリートって何というお話です、はい、ハイエースはねこのために買ったんだよというね。はい、こんにちは、 GR8 入谷です。こんにちは。今日のお題、はい、新車ハイエースを買うなら今、今、ね、はい、そういったお題になっております。なるほど。っていうのもですね、うん、新車ハイエースを買うのを今と言っときながら、はい、ね、実はね新車ハイエースですね、まあ、マイナーチェンジなのかね、うん、モデルチェンジなのか、うん、フルモデルなのかね、ちょっと明確ではないんですけども、はい、今新車のハイエースがですねストップしてる段階にあるんですよね。って言ってましたよね。そうなんですね、うん、それなのに新車のハイエースを買うなら今というお題、うん、市川さん何なんですかこれは。何なんでしょうね。買えないのにこんなお題どうやって進めればいいか分かりません。確かにそのディーラーだとなんか受注が停止して今注文ができないって聞くじゃないですか。そうですね、買いに行っても買えないんですよね今。 GR8 どうなんですか。どうなんですかこのお題はなんかストックとかあったりします。あ、そうなんですよ、ストックがあるんですよね。なるほど。そうなんですよね、はい、GR8 ですわね。新車のハイエース、実はねストックがございます、はい、ね、すごいやらせ感出しました。なんかすごい量あるって聞きましたけど。そうなんですよね、約ですね、うん、200台、うん、ね、新車のハイエースあるんですよ、はい、ね、ディーラーさん行っても買えないですけど GR8 では新車のハイエースがあります、うん、ね、だからこそお題を変えていいですか。あ、いいですよ。新車のハイエースを買うなら GR8 ね、そういうお題になっちゃいました。なるほど。つってね、困ったら GR8 来てください。ハイエースあります、うん、ね、マイナーチェンジ、ハイエースも次8型になるの。8型になるっていう噂があったり、ね、次8型で、ね、300系になるっていう噂もある、ね、GR8 の8ですよね、うん、8型ね、もしくは300系分かんないですけど、うん、まあ、8型と捉えましょう、うん、ね、GR8 の時代の8です ね、 ね、待ってました8をマイナーチェンジして空白のこの期間、うん、ね、新車が出ないこの空白の期間っていうのは中古車いつも高騰してるんですよ ね、 そうですね、いつもオークションの高騰が見られます、うん、ね、ハイエース欲しい人はやっぱすぐ欲しいので、うん、ね、オークションが高くなってしまいます、ね、これ需要と供給のバランスってやつですよ ね、 そうですね、はい、あとなんかマイナーチェンジするとハイエース自体、はい、結構値段が上がっていくみたいな。そうだよ ね、 ね、 ね、新車価格もどんどん上がってますよ ね、 そうそうそう、ね、今回もまた10万円ぐらい上がるんじゃないかと、うん、ちょっとちらっと聞きましたけ ど、 あ、なるほど、ね、僕の予想では、まあ、値段もちろん上がります、うん、ね、バックモニター標準とか、うん、それぐらいの些細なマイナーチェンジじゃないのかなっていうふうには噂では聞いてます、うん、ね、この噂が本当か嘘かは分かりません。分からない、ね、でもあくまで噂でそういうふうになってます、うん、で、いろんなタイプの新車ね、もちろんね人気の高いナローボディ、うん、ね、そしてねワイドボディ、ね、そしてハイエースのワゴン、うん、ね、まあ、ガソリン、ディーゼル、うん、2駆、4駆、はい、ノーマル車、カスタム車、うん、まあ、言うならば全部ありますよってことですよ ね、 すね、お客さんの求められる車両全部、はい、多分あります、うん、なるほど、ね、新車困ってる方、うん、ぜひねお問い合わせください、はい、ではね最後になりますけどいや早い早いそんな中ですね、今、うん、今日 GR8 と春日井店で撮影してます、はい、ね、ちょっとねあの厳選した車両2台ですね、新車コンプリートをですね今このように用意してます、はい、ね、こうやって用意してます、うん、はい、で、同じ新車コンプリートなんですけど、まあ、メリットだったりとかね、うん、そういったものをね、新車コンプリートこんなもんだよというメリットをね、うん、お伝えしようと思いますので、はい、ぜひともねあのハイエース、新車迷われてる方、この最後まで動画見て、ちゃんとグッドボタンまで押して、そうですね、でそっから画面閉じてください、はい、はい、そこまでが YouTube です。そうですね、はい、よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。はい、お願いします、はい、でまずですね、うん、初めに新車コンプリート、うん、ね、新車コンプリートって何というお話です、はい、ね、新車コンプリートとは、ね、何かというとですね、新車のハイエース、ね、新車の車両にですねカスタムパーツ、うん、ね、例えばエアロだったりとか、はいはい、あのローダウンとか、うん、ね、ホイールもそうです、うん、ね、ホイールだったりとかいろんなもの、ね、皆様が欲しいようなね、パーツをですねくっつけた状態で全部でいくらですよと、うんうん、車両価格この金額ですよと、で、ナビ ETC も含んでですよ、うん、なってるのが、新車コンプリートと言われる車両です。なるほど。で当社だとね、
GR8 スタイルのオリジナルのエアロパーツだったりとかね、うん、内装のベッドキットだったりとかシートカバーとかいろいろ出してるんですよね。点数200点ぐらい出してますよね、うん、その200点のパーツで厳選したお客様が欲しいようなパーツを新車のハイエースにくっつけたような状態で販売すると、うん、なるほど、ね、それが新車コンプリートでございます。はい、メリットとしてですね、うん、もともとパッケージとして装備されてるのでまずお値段的に お得になってるんですよね。なるほど、はい、車だけじゃなくて GR8 のパーツも買ってくれてありがとうという気持ちで安くしてます。あ、そういうまあその工賃とかがないんですかね。はい、工賃も含まれてます、うん、あ、そういうことです ね、はい、そして今回ね、ご用意した2台です、はい、1台はワイドタイプになるんですけども、はい、外装をコンプリートしたような車両になります。そうですね、外装をいじってますね、はい、でもう1個ね、パッと見ノーマルですけどこちらは中をコンプリートしたようなハイエースですね、はい、まずねざっくりですけど、うん、どういったパーツがついてるのかね、それを紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあ1台目からいきましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、ね、1台目ね、外装をコンプリートした車両ですね、はい、コンプリートね、これもちろん新車ですよ、はい、何がついてるかというと、うん、ね、まずね、バンパーガード、はい、ね、バンパーガードついてます、うん、あとホイールだったりとかね、はい、マットガード、マットガード、ついてね、うん、うちで販売してるラインラックね、はい、ラインラックついてね、ね、全体的に言うとねキャンピングみたいなね、そうですね、アウトドア、アウトドアのカスタマイズになってますね、うん、車はダークプライム2ですね、うん、はい、オプションももちろんついてるんですよね。はい、ね、オプションもね、まあ、基本的にうちはオプションはね、フル装備でつけてます、ね、パワースライドドア、プッシュスタート、まあ、プッシュスタート標準ですけども、うん、そういったものすべてついてます、はい、ね、そういったコンプリートになってますね。はい、ね、外装パッケージね、ベッドキットもついてますね、うん、ベッドキットね、後ほど見せるナローの方の内装パッケージのベッドキットと、うん、まあ、また違うタイプなんですよね、GR で出してます、うん、ね、これは高さ調整付き、うん、ね、高さ調整付きのベッドキットになります。4枚板のそうスタンダードなやつです ね、 ね、はい、ね、後ほどね内装のコンプリートの方のベッドキットもね、うん、かっこよくなってますんで、はい、そっちも見てください。はい、はい、じゃあ次2台目、はい、次はね内装のコンプリートですね、はい、はい、ね、外装はノーマルでいいよと。そうです ね、 ね、なんてたってハイエースをね車中泊で使いたいから、うん、内装だけでいいんですよという方にはおすすめの、うん、結構多いですもんね、車です。はい、ね、シートカバー、はい、ね、シートの汚れをつかなくするっていうメリットもあります。シートカバーはね、そうですね、はい、やっぱ新車買うってなったらつけたいですもんね。そうですね、シートを汚したくない、はい、ね、そういう方にもおすすめですね。細かいこと言うとアシストグリップね、うん、はい、ね、とかね、シフトノブもね変わってますね、はい、はい、でこれはナビゲーションもセットされてます、うん、ね、ナビゲーションセットされてます ね、 そうですね、はい、で ETC ももちろんついてますね、うん、バックモニターもついてます、はい、ね、USB とかもそうですね、 GR8 の USB もついてますね、うん、はい、であとセンターコンソール、はい、ね、GR8 のセンターコンソール、ね、純正のセンターコンソールだと荷物がたくさん入らないのと、うん、ね、肘掛けがね使いづらいと、そうです ね、 ね、まあ、使いづらいってことはないですよ ね、うん、ね、そこをつけることによって運転も楽になりますよという商品でございます、はい、いいですねこれね、あとね極めつけ見ちゃいますか。見ちゃいましょう、ね、行きましょうね、極めつけといえばねハイエースはねこのために買ったんだよというね、うん、お客様多いと思います。そうです ね、 ね、ベッドキットでございます、はい、ね、はい、ボックスタイプのベッドキット、うん、このボックスタイプのね真ん中の板はこっちに収納できて、うんうん、はい、便利なボックスタイプのベッドキットついてます、はい、ね、こんなにね内装のパーツがしっかり揃って、うん、ね、いくらかはね詳細欄からチェックしてください、ね、はい、ね、なんかもう、ね、本当に欲しいもの全部ついてるみたいな。そうなんですよね、こっから肉付けで、うんうん、ホイールだけ変えたいなと、うんうんうん、ね、もちろんできますよ、ホイールだけね、お金はかかりますけどね、うん、セットして販売することもできます、はい、ね、そういったお客様のアレンジも可能なので、うん、ぜひお問い合わせください。はい、はい、はい、ではですね、はい、今日のお題、ね、新車ハイエースを買うならね今、うん、ね、もとい GR8 と、そうですね、はい、こういったお題ですございました、はい、ね、全国ねハイエース新車中古車、販売しております、うん、ね、ですのでですね気になった車両があればぜひね GR8 にどんどんお問い合わせください、
詳細欄の方にあの GR8 の、在庫一覧も載せておりますので、はい、ぜひクリックしてください。お願いします。はい、ここから暖かくなってきますの で、ね、元気よく今日もね YouTube を始めましたので、はい、ぜひともねグッドボタン、はい、チャンネル登録ですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。